はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、ウィンドウィッチというゲームは皆さんご存知でしょうか。あの遊戯王アーク5っていうアニメでですね、リンちゃんが使っていたテーマなんですけども、あのリンちゃんっていうのはあのあれですね、あのユーゴじゃねえユーゴだでおなじみのあのユーゴさん、スピードロイド使いのね、スピードロイド使いのユーゴさんがあの使っていたテーマのスピードロイドのあのなんかその恋人、ユーゴの恋人のリンちゃんがウィンドウィッチっていうテーマを使ってるんですよ。これね、これなんでこのテーマあの使おうと思ったかっていうと、これが3枚集まったんですよね。アイスベールが、これ UR なんですけど、なんならこのデッキ UR 多すぎましたって感じなんだけどクソ高えこれ、これがね使いたくて、アイスベールこれね結構強いんですよ。こいつ、これどういうモンスターかっていうとですね、あ、ちなみに今回ねスピードロイドギミックはかなり少なめにしてまして、あのウィンドウィッチで動かしていくっていう、まあ、そういうギミックにしてます。で、ウィンドウィッチアイスベルさんが、自分のフィールドにモンスターがそんなしなければ手札から特殊召喚できるという特殊召喚系の効果と、それから特殊召喚に成功した場合に、デッキからウィンドウィッチを出してこれるという効果があるんですね。あ、ちなみに、ウィンドウィッチって大体ね数属性のなんかモンスターしか出せなくなるみたいな制約があるんですよ、これ。なんでエクストラデッキはもうほとんど数属性のシンクロモンスターしか入ってません。で、アイスベルから何出してくるかっていうと、この、グラスベルってやつ出してくるんですけど、これレベル4チューナーね。こいつ特殊召喚成功するとウィンドウィッチモンスター手札に加えるってことがあるんで、アイスベルからグラスベル出して、グラスベルでスノーベル持ってくるんですけど、この動きするとアイスベル1枚から3枚のカードを生み出して、まあ、3枚カードっていうか3枚になってるんですよ、1枚が。これ強いですよね、非常に。で、レベル3でレベル4の中7なんで、これ、まあ、7シンクロできまして、で7シンクロしてからのこいつレベル1中なんで8シンクロができるということで、まあ、条件的にはもう非常にクリスタルウィングシンクロとの相性がいいと。で、さらに、まあ、レベル8 の、 あのシンクロモンスターであれば結構何でも出るんで、まあ、例えばハーピーレディスクラッチクラッシュとかダイヤモンドベルとかね、まあ、モンスターも出せればレベル7シンクロできるんで、クリスタルあクリアウィングファーストドラゴンとかクリアウィングも出ますし、それからレベル3の中7がいっぱい入ってるんですね。例えば、まあ、シャヨシグレ、これ風なんですけども、風属性の、シャヨシグレとか、まあ、ウララとか、それから緊急テレポート出してこれるウサギとか入ってるんで、この辺のモンスターを使うと7プラス3でな10もできるみたいな。あ、結構ね、こういうね、風属性のね、シンクロモンスターがいっぱい並ぶんで、頑張って、使っていくと。なので、まあ、この辺のギミックを、まあ、活用して、アイスベルを主軸にして、ウィンドウィッチスピードロイドデッキを組んできました、今日は。で、ウィンドウィッチなんでね、ウィンドウィッチをメインに使っていきたいんですよ。なので、このウィンドウィッチの鈴音っていうカードが入ってます。これは、自分のフィールド上のウィンドウィッチモンスター対象取って、そいつとはカード名が異なるウィンドウィッチを特殊なんでいうことで、まあ、展開力があるということで、これで、まあ、なんかどんどん横にね、ウィンドウィッチを並べていって、なんか連続シンクロ召喚みたいな感じで、動かしていければいいかなと。で、さらに緊急テレポートが入ってるんで、サッキック族出してこれますから、まあ、雪うさぎ以外にも、このガスタの神ピリカっていうモンスターも出してこれて、ピリカはね、召喚特殊召喚成功すると自分の墓地から家族性チューナー、釣り上げることができるということで、まあ、ここでね、レベル4のチューナーを蘇生して、3と4でシンクロ召喚するみたいな動きもできたり、なんか結構面白い動きができるんで、まあ、先行版も結構ね、クリスタルウィングとクリアウィングファーストみたいな感じで2体並ぶことが結構意外とあるんで、割となんか使ってる楽しいかなっていう気はしますね。はい、アイスベルクソ高いんで、多分みんな組めないと思うんですけど皆さんね、はい、持ってる方はぜひ、組んで楽しんでください。デュエルスタンバイ。さあ、ユーゴとリンちゃんの絆のパワー見せてやるぜ。以前ね、スピードロイドをご紹介したと思うんですが、今回ちょっとウィンドウィッチのギミックめっちゃ熱く入れてましてですね、ウィンドウィッチメインになってます、展開が。はい。で、アイスベルのモンスター効果。アイスベルは、モンスターがいない時に特殊ができて、特殊召喚成功するとデッキからグラスベルを出してくれるとかいう最強の効果。これ強いですよね。これ強くないですか、これやってると。で、グラスベルからのアイスベル効果。これ召喚権使ってませんからね、これ。私今。で、グラスベルで、何らかの、ウィンドウィッチモンスターを手札に加えていく。そして、スノーベルは、ウィンドウィッチモンスター、活属性モンスターが2体以上存在すると自分を特殊召喚できる。そして、レベル3のアイスベルに、レベル4のグラスベルをチューニングしていく。シンクロ召喚。ウィンドウィッチペガサス、アットイグニスター特殊召喚。で、ウィンドペガサスにレベル1のスノーベルをチューニング。神聖なる光蓄えし、翼きらめかせ、その輝きで敵を手、シンクロ召喚、いでよ、クリスタルウィング、シンクロドラゴン。さらに、
風霊媒種ウィンの効果を発動。自分の手札の風属性モンスターをぶん投げることによりデッキから風属性モンスター1体を手札に加えることができる。これ一応リンちゃんのモンスターを使ってユーゴのモンスターを展開するという激アツムーブとなっております今現状。はい、これさすがにガスタの新エピリカ。そして、ガスタの新エピリカを召喚、まだ召喚券使ってないんでね。そしてガスタの新エピリカの効果により自分の墓地のレベル4のチューナーモンスターウィンドウィッチグラスベルを特殊召喚。あ、ちなみにウィンドウィッチモンスターなんかあんまりまあ、強くないというか先行で出すとねバンダメージなので基本的にはリンちゃんのシンクロモンスターどっちかというと先行をスピードロイドからのクリスタルウィング系に任せてるって感じですね。はい、盤面はレベル3のガスタの新エピリカにレベル4のグラスベルをチューニング。輝く翼新速となり天地を照らせ現ろうクリアウィングファストドラゴン。どうかっこいいっしょまあ残念ながらユーゴくんのモンスターですけどね、まあ、ウィンドウィッチリンちゃんのモンスターを使ってユーゴくんのモンスターを出すというまあ激ああ危ない危ない危ない激エモ盤面となっております。はい、マジ残念ながら後続を用意することがちょっと意外とできないので、まあウィンドピュガサスあとイグニスターの効果でなんか破壊されるとね相手のなんかカードをバウンスできるみたいな一応妨害と、ウララとファストドラゴンとクリスタルあるんで一応4妨害ぐらい一応あるんですよね。無限ボ保有あったんでまあ5妨害ぐらいありましたよ。さあそのモンスターの効果は絶対に許すわけにいけませんのでクリスタルウィングシンクドラゴンの効果を発動。アルバスの楽園の効果を無効にし破壊することができる。危ねえ普通に危ねえ。バリ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 バゴーン。そして攻撃力が破壊したモンスターの盾もアップする。そしてエッジエンプチェーンの効果いいだろう。融合を持ってくるのはまあここ止めた方がいい説ある。でも楽園を撃たれるかもしれないもんね。楽園融合は普通にちょっとウララとかいうモンスターで止めて、いやまあガーディアンキマイラは出てこないから、まあ、出てきたモンスターはクリアウィングファストドラゴンので無効にしてあげればいいんじゃないでしょうか。楽園融合は全然無理。あぶねえ、春ウララ効果。さあお前の楽園融合は無効にさせてもらう。危ない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 。ちなみにスピードロイドおよびウィンドウィッチの弱点として魔法トラップカードの無効がかなり用意しづらいというのがありました。あ、まあ一応スピードロイドはコズミックブレイザーとかああいうモンスターと出ますけど、ちょっと今回の構築上ちょっとクリスタルウィングとファストドラゴンが限界だったんですよね。ウィンドウィッチメインにするとね、まあ、スピードロイドだと結構ねソリティアが発生するんでシンクロなんでね、かなり盤面は強くはなるんですけど、やっぱちょっと今回はちょっとウィンドウィッチ使いたかったんだよね俺は。で赤の楽園を持ってくるのはいいだろう。赤の楽園でモンスター出してきたところでクリスタル、いやじゃあクリアウィングファーストドラゴンで無効にすれば全く問題はない。いいだろう。でアルバスを回収してアルバスと闇属性でルベリオンを出してこようとするが結局クリアウィングファーストドラゴンの効果で無効にしていく。あ、ちなみにクリアウィングファーストドラゴンの効果はエクストラデッキから出てきたモンスターの、効果を無効にして攻撃力をゼロにするという効果を持っている。フリーチェーンで最強だぜ。さあルベリオンでも特殊召喚するんだな。いいだろう。さあどうする。ルベリオンを特殊召喚したところで反動を切って効果を発動すると無効にされるぜ。ちなみにこいつら属性が風だから一応超融合とかさってもあんまり出せるモンスターがいないから、まあ一応超融合的なやつはギリギリ耐えてる。 OK で融合してるがクリアウィングファーストドラゴンの効果、相手のモンスエクストラデッキから出てきたモンスターの効果を無効にし攻撃力をゼロにする。つえーつえーバトルいいだろう。何も殴れないな。何も殴れないね。残念だったね。よし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 。いいぞ、耐えた。オッケー。いや、意外とね、このデッキね、リソースがね、回復できないんですよね。この盤面作るのはいいんですけど、そのなんか後続用意しづらいってのがありまして、クリアウィングファストドラゴンの効果を発動していく。クリアウィングファストドラゴンの効果は、一旦一度使えるため、またこいつの攻撃力をゼロにすることができる。プルルルルルルで、アルベルいるんでしたっけ、墓地に。あ、めんどくせえね。アルベル蘇ってくるとめんどくせえから、これちょっと墓穴しとくか。墓穴しとこう。墓穴しといて、相手のアルベルを除外して、で、相手これトップアルベルでもきついでしょ。蘇ってきて効果無効とか言ってくるからね、墓地から。で、バトルフェイズ入る。一回デスピアしょってから、烈風の
クリスタルスエッジ、オラー効果無効できるのかこれ。あれクリスタルウィングシンクロドラゴンってあれか、別にダメスレも使えるのか。あ使えるわ別に、こいつダメスレ打ったことあるもん俺。これ墓穴捨てる必要なかったなもういっか、だからこれ墓穴捨てる必要なくて普通にクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果で止めればよかった説。謎の墓穴打ったか、まあいいや。手札1枚から無理だろう。よし神さよしぐれ。おっとこいつは強いぞ。こいつはちなみに風属性のレベル3チューナーだから結構強いんだ俺。実はこういうことができましてね実はこういう展開ができます。さあ風を切る先現れろ、フルードバロネス。行くぜフルードバロネスの効果。相手のカードを破壊、バゴーン。悲劇のデスピアン、悲劇かのデスピアンは普通に無効。クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果、バリ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 、つえー。いや十分動き見せれただろう。まあ、一応先行取った時はまあある程度ねこういう感じの動きをして、クリスタルウィングとクリアウィングファストでまあ無効にして止めていけばまあなんとなるかなっていう感じです。まあシグレとウサギ来てるだけマシか。頑張ってくれシグレちゃんとウサギちゃん。あの結構誘発娘いっぱい入れられるっていうのはこのデッキのいいところですね。なんでかっていうとシグレが風属性なんですよ。めちゃくちゃ相性いいんですよね。あーゴードンは普通に通る、普通に通る。ってことは6枚から5枚のきついな。フォトンスラッシャー、なんだこのデッキ。フォトンスラッシャー、はい、フォトスラからのあーバニッシャー、なるほど。バニッシャーじゃねえや、オービタルか、オービタル。あーはい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 、ギャラクシーですかね。普通にオービタル入ってるってことはさすがに多分ギャラクシーか。フォトンバニッシュ、オーケー。バニッシャー特集、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン持ってこれるという効果は別にいいか。いいだろう。おっとこれ坂上銀河が来るか、来ないかさすがに。オッケー、ギャラクシーソルジャーは強いのでこれはさすがにシグレちゃん打った方がいいんじゃない。いやこれワンチャンさ、これさ、いや入ってないと思うけど、サイバードラゴンインフィニティって言われる可能性も全然あるからねさすがにシグレは打った方が良さそう。でこれでギャラクシーモンスター持ってこれない。ギャラクシートランサー効果でギャラクシーアイズを蘇生、蘇生しながらアフターグロー特殊召喚できる。はい、強い。はい、その最強カードはぶっ壊れている。このカードの発動後、フォトンかはギャラクシーしか出せないという制約がある。モンスター並びすぎ。どんだけ展開する。これフォトンロードか、あ、フォトンロードだな。いや、きつい。フォトンロードはモンスター効果無効ね。で、2体で、フォトンブラスト。効果破壊耐性うぜえうぜえ、うさぎ腐ってるやん、もうほぼ。ふざけんなよ。フォトンブラストくんちょっと邪魔なんだけど、墓穴、うわ意味ねえなこれ。墓穴は意味ねえな。まあ普通にこっから行くしかねえか。アイスベル出しに行く。でアイスベルは効果発動って言うと多分さすがに止めてくるでしょうね。アイスベルからちなみに、アイスベル、グラスベルで、スノーベルからあのクリスタルウィングまでいけるんで。ああ、はいはい。一応1枚でクリスタルウィングでいけると結構強いですよね、これね。普通に無効にして破壊されるんで、どうか行く意味ない。いや、これウサギ使えないのきつ。フォトンブラストだよ、邪魔すぎる。あまりにも邪魔。緊急テレポートをするしかないですね。はい、で、アフターグローはギャラクシャーに出せるんだっけ。これ無効にするか、まあ、墓穴打つとこねえな、多分これ。墓穴打とう。打とう。ちょ、お前黙れ。ちょ、お前黙れ。ギャラクシーアイザー出させねえ、絶対に。さあ、これで、
緊急テレポートと召喚剣を使って何が僕はできるかって話ですよね。まずは一旦緊急テレポーティングを発動し、サイキックス、これウサギ一応出してこれたんですけど、本当であればで、ギャラクシーアイズかフォトン持ってこれるやつね、これで、ここにウサギも打てない、あまりにもうざい、このなんかフォトンブラストガチで邪魔だな。トランサー、くそ、どっちをトランサーしていけ、いや一応チューナーいんのか、あチューナーいるわ、一応チューナーいる、ってことはこれサヨシグレちゃんこれ蘇生できるんだこれな。ピリカちゃんを特殊召喚してね、ピリカ効果発動、ピリカ効果によりサヨシグレを特殊召喚、フィーン、そして、まずは1回ワンドローを入れましょう。ここでワンドローをぶちかまし、スターダストチャージウォーリアーからのワンドロー、ほっ、すっ、いらないなで、スピードロイド吹き戻しを召喚し効果発動、さあカードを1枚めくりカードをドロー、いらないね今はいらないね、まあでも高速になるか、でウルールドバラですよ、新規の召喚、うわーいっけー、これで一応フォトンブラストを殴ってから、フォトンロードぶち壊せばいけんな、フォトンブラストの効果で対象にならず効果が破壊されないとかやばい効果持ってるから、2000以上のモンスターは、そうだね、だからこれでバトルフェーズ入る、でフォトンブラスト殴る、ちょこまき消えろ、で、メンズ入る。で、バロネス効果。ちょ、お前消えろ、消え、なんで、あー、フォトンカードを素材として持ってると効果では破壊されないって書いてあった。完全にテキスト読んでなかった。ゴミやテキスト読めなかった。デュエリストすぎた。デュエリストすぎた、やばいこれは重ねられるぞ、まずい、フォトンロードはギャラクシーアイズモンスターだから上に重ねられると世界が終わる可能性がある、ちょっとあの上に重ねるのやめません、上に重ねるのやめましょうよあ、効果使ってくれんのそれ、マジ向こうに下がりきんじゃん普通に、え、それ効果使ってくれんだ、これ殴ってからの方がいいんじゃんそれ、もういいか、フルールドバロネスの効果を使って、普通に相手破壊、なんか謎に破壊できた、やった、ラッキー、やったぜ、トランサー打ちてってことなんかな、トランサー打ちてとか、あー、そういうことか、やばい、これワン消される、これもしかして死ぬ俺これ8000、これあれ、これアフターグロー、これ巻き込まれたら死ぬ、あ、でもギャラクシーアイズフォトンドラゴンなんだ、あ、二人ぐらいお手札にあんのかな、これもしかして俺死んだ、悪い俺死んだってやつでこれ、キセ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 キ、いやでもアフターグローはない、アフターグローが素材になってなかったら多分知らないでしょこれ、バトルね、あ全然いいよ、あ、オッケー全然いい、トランサー使ってるからこれアーゼウスにもなれないから、あ全然いい全然いい、危ねえ、ゴードンで飛んだか、アフターグロー、これ多分ゴードンで飛びましたね彼、じゃなかったら今出してたら勝ちだったもんね相手、多分ね、ソルフレア、はい、ソルフレア効果来た、これウサギ撃てるやっとウサギ撃てる、来たラッキー一生フォトンブラストドラゴンとかいうクソみたいなモンスターがこっちのウサギをケアしてきたからな、あと残り4000な、いけるぞドロー、これはねアイスベルグラスベルあるからね、え、これグラスベルあったっけ、手札2枚生きてるけど、これデッキにもう1枚ありますよね、アイスベル特殊召喚してモンスター特殊召喚効果、あ、いけるわ、で、グラスベル特殊召喚で、グラスベル効果チェーン1で、アイスベル効果チェーン2で、500バーンからの、スノーベルサーチしてこれでいいね、これ1枚がやっぱり強いよな、でスノーベル特殊召喚
3号ね、3号ってことはこれウィンターベルだろ。レベル3のアイスベルにレベル4のグラスベルをチューニング。真冬の風よ、雪も氷も我が力として吹き抜けよ。シックの召喚現れよ、ウィンドウィッチウィンターベル。ウィンターベルのモンスター効果発動、自分の持ちのウィンドウィッチモンスターのレベルから200ポイントの大ダメージを相手に与える。うおー大ダメージ。レベル7のウィンターベルにレベル1のスノーベルをチューニング。雪原に集いし、なんか魂がどうのこうの。シックの召喚ウィンドウィッチダイヤモンドベル。ダイヤモンドベルのモンスター効果、特殊召喚に成功した場合、自分の文字のウィンドウィッチモンスターを対象にそのモンスターの攻撃の半分のダメージを与える。つえこれはあんまり意味がありません。さらにウィンドウィッチグラスベルを召喚し、自分の文字のスピードロイド吹き戻しのモンスター効果を発動、レベルを2つ下げさせていただくぜ。そしてレベル8のダイヤモンドベルにレベル2のグラスベルをチューニング。シンクロ召喚現れろ、吹き抜ける風ブルールドバラです。これが連続シンクロバトル対戦ありがとうございました。かっけー、ありがとうリンちゃん、ユーゴくん。うわー増殖してきた、高校ゲーム参加権きた。ちょっとハンドは若干弱そうだが、高校ゲーム参加権が通ればワンチャンある。さあ来い。相手のデッキ、相手のメイトも持ち帰りだったわ。めちゃくちゃ気持ち悪いよな、この持ち帰るとかいうさ、あのメイトをめっちゃリアルですげえ気持ち悪いよね。翡翠艇イディオクエンド来た、翡翠だ。おいこれ初めてやったかもしんねえな、翡翠ランクまで翡翠のエジェル召喚来た、やばい。これは強そうだな、まあ多分ね、これね、うわやばい、ちょイニオンクレイドと翡翠自爆揃ったら世界終わるんだけど、待ってこれやばいかもしれん。うーわゴミロックだー、ゴミカサコスモクロアも来ちゃった、ゴミカスロックじゃんこれ。ちょっと待って、いや無理なんだけど、もう無理だ、やばい、世界終わった可能性がある。これだけでさ俺のデッキ積んでんじゃないこれ、もうえやばいこと起きたんだけど、これ皆さんに何が起こってるか説明しましょうか。今翡翠モンスターがフィールド上に存在してるんですけども、ですね、コスモクロワと翡翠モンスターと翡翠自爆があると、これ翡翠自爆っていうのは、翡翠モンスターがいると、また、翡翠モンスターがいてイニオンプレートがあると、相手は召喚特殊召喚判定召喚したモンスターとか発動できないんですね。でコスモクロワがいると、判定召喚召喚特殊召喚したターンにしか発動効果発動できないんで、何が起きてるかっていうと、あの今何も効果を発動できないっていう状況だったんですよね。はい、なんかあ俺だけスキルドレインみたいな。簡単に言うと俺だけスキルドレイン、これね、あれ多分勝てない、頑張れ、あっという間にさ、やばい、レベル10シンクロはまずい、うわいや、この駅強くねえか、これなんでみんな使ってないのこのデッキ、これ絶対強いでしょこのロック。キモこのデッキ。